こんにちは。今月のプリズン通信です。MC の三宅千秋です。よろしくお願いいたします。向かって一番右側から、コウさん。はい、鈴木浩です。よろしくお願いします。そして、テリアさん。はい、沖縄タイムズのテリア武です。よろしくお願いします。今日はロンドンからお帰りなさい、元山くんということで、今日は今月4人でお送りしたいと思います。元山くん。はい、はい、本山善四郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今日はですね、まず最初に、鹿児島県の馬毛島、奄美から与那国島に至るまで、台湾有事を睨んで自衛隊の配備が拡大しているというような状況がある中で、今日は宮古島、陸上自衛隊のミサイル部隊が配備されている宮古島の沖縄タイムスの宮古支局長の遠山さんにつないでお話をお伺いしたいと思います。それでは遠山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、こういう今、都の、ミサイル部隊の配備が進んでいる都の現状について、住民の方はどういうふうにこの状況を見ているんでしょうか。昨年11月にミサイルが搬入された時というのはすごく大きな住民の反発があったんですけれども、今はですね、大きな運動というような形ではなくですね、ミサイル基地いらない、宮古島連絡会、住民連絡会という団体がですね、週に2度市街地とその陸上自衛隊の、基地の前で、スタンディングで抗議をしているというような状況になっているという感じですね、現状は。行政とか議会の方は、この配備についてどういうふうな反応しているんですか？ですね、すみません。僕自身が来たのがもう配備が終わってからの、今年の4月からのものだったんですけども、ですね、今、その議会で、この基地、ミサイル基地について大きく取り上げることっていうのは、正直そこまであまりないというようなふうにも、感じております。間違いなくですね、宮古島は保守の、基盤でありまして、かなり、多くの方々が、自衛隊に関しては、容認または歓迎ところまである島ではありますので、ただ一方で、自衛隊そもそも、宮古島にはいらないという、方々も、一定数いらっしゃいまして、ただ今、現時点で議会でということにはなってはいないですね。ありがとうございます。それでですね、その避難シェルターの話が、結構新聞でも取り上げられておりますけれども、この避難シェルターを作ってどうこうってところについて、地元の人はどういうふうに見ているんですか？これも先ほどの、連絡会の方々が早く反応しましてですね、まずはもう本当に戦争を起こすつもりなのかという反応がありました。実際、言ってみれば現代の防空壕 になるわけですから、それが今までなかったものがいきなり整備されますよって言われたら、やはりそこで驚く方々は言いましたという。これについて、皆さん把握された上で、そういう反応がある人もいれば、反応してない方もいらっしゃるということなのか、無関心な方々のっていうのも、いらっしゃるというふうに聞いたんですけど、こ多のいかと報思道。われます。市を全体を巻き込んだ議論にはまだなっていないというのが、具体的にこのシェルターの話が進んでいけば、もしかしたら、いろんな考えは出てくるのかもしれませんが、現時点の計画しているというぐらいのものでは、まだそこまで大きなうねりにはなっていないという感じですね。都のその行政からの、宮古島のその宮古市の行政の方からの、市民の方々に対する説明とか、そういうところについては現状どうなってるんですか？特に市、えーと、もともとこれは、市が積極的に何かやるものというわけでもないもので、市がその住民に働きかけるとかは、こちらのところではないようですね。そうす石ると、垣に関して言えば、市長の方がこのシェルターの計画を、提案したということもあって、そこで、少しまた、
宮古とは違った形で、うん、動きはあるのかもしれません。なんていうか、その、こういうシェルターを作るとかっていうことになると、かなりその地元の人、まあ、知ったらすごく不安になるかなと思うんですけれども、そのあたりについて、やっぱり、自分の市に問い合わせをしたりとか、説明を求めたりとか、まあ、それに対してその、説明する義務が、やっぱり行政の方にあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、うん、今のところ、なかなかそこまで話が至ってないってこと。大きな話にはなっているようには見えません。うんうん、シェルター自体は防衛省が作る担当なんでしょうか。市ではなくて。あ、市では、はい、ないので。でも、作らないにしても、やっぱり、うん、なんだこれはってなったら、やっぱり市に質問するんじゃないかなと思うんですけどね。そうですね。住民避難は市がやらないといけないはずなんで、うん、そこは一応絡まないといけないはずなんですけど、ただ、一報が出てからそのままなんですよね。政府が検討のままなんで、なるほど、そこから進み始めるとちょっと動きが出てくるんじゃないかなって気が、うん、ですね。その3点目として、まあ、こういうふうにその宮古には着々とミサイルが運び込まれ、シェルターの話もされ、なんだかとても危ない方向に進んでいるなっていうのはあるんですけれども、その、まあ、ペロシ議長が例えば台湾訪問した時とか、あとはその中国が軍事演習していることについての宮古の方々の受け止めっていうのは どういった感じなんですかね。はい、ですね、実はこの、波照間付近に、ミサイルが落ちた時もですね、宮古の方ではほぼニュースにもならなかった、あまりニュースになってなかったというものもありまして、どうもやっぱりその石垣と、八重山とですね、宮古でちょっと場所の違いのある分だけ温度差もありそうな感じで、例えば与那国とかであれば議会がすぐ抗議決議を出したりもしたんですけども、宮古の場合だとちょっと1ヶ月遅れで抗議決議を可決したりとかですね、少しこのあたりに関しても八重山と宮古でも温度差があるなというふうには感じております。まあ、でも何にしてもその、やっぱり市民団体の方が訴えているのは要するに有事を引き起こすような自衛隊と米軍の合同練習みたいので挑発したりしないでとか、要するにその、うん、そもそも有事が起こらないようにすべきだというのがもう、うん、当たり前のように訴えていることになる。それでは遠山さん、お忙しいところありがとうございました。また引き続きお話を伺いする機会もあるかと思いますので、よろしくお願いいたします。今お話いろいろお伺いしましたけれども、石垣の方では同じような問題が起きてますよね。どういうふうになってるんでしょうか、テリアさん。そうですね、宮古島の、南西側にまた石垣島、八重山諸島がありまして、そのまた左側に台湾、与那国島があって台湾があるっていうところなんで、そういう有事に関しては一番前線に なりかねないのがやっぱり八重山諸島ではあるんですね。うん、で、その八重山でもミサイルの、部隊の計画がありまして、多分来年に配備されるんじゃなかったですかね。うん、で、与那国島では沿岸部隊が、監視隊が配備されているという状況で、ちょっと緊張感が高まっているというところで、うんうん、先ほど遠山さんもおっしゃってましたけれども、宮古島も一応住民避難計画というのは作ってて、八重山諸島ですね。はい、で、三市町あるんですけれども、石垣市と、竹富町と与那国町の3つともそういう住民避難計画というのは作ってるんですが、例えば石垣市の場合だとですね、陸上侵攻を受けた場合という想定した場合に、まあ、全住民を島外に避難させるっていう、計画がありまして、それだと、まあ、観光客も含めた石垣市民、竹富町民大体6万5千人ぐらいを見込んでまして、それの1便あたり150人乗りの飛行機を45便使って1日に輸送可能の人数が6750人という試算があって、そうするとおおむね10日かかるという計算になっててですね、やっぱそういう軍事的な侵攻が起こった時に10日間で果たしてまず10日間で避難させてもるのはいいんですけれども、被害がないまま10日間で避難させられるのっていうのは本当に現実的なのかっていうのもありまして、そういうところはちょっと議論になっているというところがあります。うん、で、もう一方、シェルターの話もありましたけれども、はい、まあ、シェルターっていうのを、政府が検討してて、
宮古や石垣など先島がちょっと念頭にあるというお話だったんですけれども、今の避難計画を見ても分かるんですけれども、ということはシェルターも、結局島国に1個作るってことですから、逃げ場のないところでシェルター作って、でそれの、現実的な防衛能力っていうのは本当にあるのっていうところがやっぱり疑問されるんじゃないかなと思います。で作ったから安心というわけではないはずなんで、そこら辺を踏まえた上の議論っていうのはもっとあるべきじゃないのかなと考えますね。この点に関連して、新聞記事に、南西防衛民間船3倍という記事が、出ていたんですけれども、黄さん、これどうですかね？結局なんか有事の場合には、アメリカ軍のその補給とかね、兵士の移動、兵隊の移動っていうのに、自衛隊の艦船や飛行機を使うっていうことなんですね。で、当然そうなると、その自衛隊自身はどうすればいいかって話になってきて、それを今度は民間船を徴用して、そこで、いろんなその移動に使うんだと、移送に使うんだっていう話になると、なんか話がどんどんこう、順番が逆なような気がするんですよね。つまり日本自分のところを守るっていうのに、やらないでアメリカを守るために民間船を使うっていう、これちょっと話がおかしいじゃないかっていう気は僕はしますね。このあたり、順番が逆だって話もありましたけれど、最後が島に住んでる人なんじゃないかっていうのは、やっぱりすごい後回しになっだてけるっどていそうのれは。に関しては、日本のね、自衛隊の幹部も、とても余力はないんだと、住民避難させるような余力は、自衛隊にはないから勝手にやってくれって話でしょ。だからその分の民間船を、自衛隊が使うってことになれば、そそれうでもす今ね。度は難しくなる。だから話が本当にね、逆転してるんですよ、これ。最初からやろうとしてるのがこう裏へ裏へっていうね、話が回っちゃってるんで、どうも僕には納得いかないですね。何を守ろうとしているのかがもうもはや分からなくなっているっていうのもありますし、本山君、今ののお話にあった状況だと、なんかもう沖縄戦と全く変わらないんじゃないかっていう、もうその何か分からないも、まあ、沖縄にあるから、沖縄県民が犠牲になって他の人たちを守りましょうみたいな感じの構図になっちゃってるなって気がするんですけれど、そこについてどう考えますか？そうですね。なんかこの今台湾有事だとか言われていますけど、別になんか沖縄だけが戦場になるっていうことではないじゃないかと、そのいわゆる本土大和にあるその、自衛隊基地だとか米軍基地もターゲットになるんじゃないのっていうふうなことも言われているので、なんかあたかも沖縄だけで起きていることでっていうふうに、多分、東京をはじめ多くの人は考えてるっていう感じてると思うんですけども、なんか決して別にそんなことではないんじゃないのかなっていうふうに思いますし、あとは飛行機とかその船で、どうにか逃げる避難計画っていうのもでき、ね、想定されてますけど、いや、普通に考えて不可能じゃないかと、石垣島で、侵攻を受けた場合、今約5万人ぐらいのその方々を逃がすっていうことですけど、いや、侵攻を受ける前にもうすでにおそらくミサイルのそう攻なん撃でだすとよかね。があるので、もう壊滅状態なのは間違いないですし、その後逃がすっていうのも普通に考えてどういうことっていうふうになると思うんですけど、なんかそうですね。なんかどういう、この沖縄で住んでる人目線の話ではなくて、何かその首相だとか、あるいはなんか軍人目線での計画になりすぎてないかなっていうところにものすごく違和感を覚えますね。それとね、もう前提が僕間違ってると思うんですよ。つまり日本が攻撃されるってことは戦争ですよね。だけど日本は、戦争、つまり、これは中国をもちろん目標としている戦争でしょうから、中国とアメリカが戦争するのは分かるんです。それは台湾有事なんだから。
だけど日本有事ではないですよね、うん、台湾と、中国の、圧力がアメリカに及ぶっていう話ですから、これは日本にもしね、攻撃してきたら、これは明らかな中国の、国際法上の違反ですよ、うん、だって日本は宣戦布告してないんだから、それなのに日本に侵略して侵攻してくるって話は、これどう考えても国際法上許される話ではないんですよね、うん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 、それなのに日本はやられるやられるっつってるわけでしょ、うん、これおかしくないですか、うん、つまり戦争はどっかの国とどっかの国がやるわけですよ。日本は戦争をやらないんですよ。だけどこれの、まあ、一つのね、こうなっちゃった理由としては、日本はこれまで個別的自衛権はあるというふうに言ってきたのが、はいはい、安倍時代にですね、これをそのなんていうの、存立危機事態とか、うん、重要なんとか事態とかっていう形で安保法制でこれを全部ひっくり返しちゃったわけですよ、うん、個別的自衛権を、で集団的自衛権を持っていっちゃった、はい、だから日本が巻き込まれるってことは安倍首相が作った話なんですよ、うん、だから本当言えば日本は戦争しないんですから、うん、つまり中国と日本は戦争状態にはないんですから、だからこれどうやったって僕は話がおかしいと思うんですよ。それに対して日本が今シェルターだの、うん、そのなんだミサイル防衛だのって言ってることがどうもね、僕は話が先走ってると僕は思います、ね、うんうん、確かにそうですね。根幹の議論から表面的なじゃあどうするんだっていうふうな議論にすり替わってしまっているのは確かにおっしゃる通りだと思います。それにその先ほど遠山さんにつないでいた時も反対運動している方たちはそういうこれをどうするって話じゃなくて、そもそも戦争させないというところについてやっぱり声を上げるべきだっていうところは話はあって、そこはまさにおっしゃる通り今の話につながるところかなと。今出てますけれど、やっぱ台湾有事を起こさせない沖縄タイヤプロジェクトの方でも日本が戦争できないのは当然として、きちんとこういうふうにその話し合いで戦争を起こさせないように進めていこうっていうのがやっぱりなんか最も大事なところなのかなとは思いますね、うん、どうしてこういう状況になっちゃってるんですかね。本当に僕はだからそれはやっぱりさっき言ったようにね、うん、安倍首相の時代に今までのその日本の国是としてきたものを全部ひっくり返しちゃったことが原因だと思いますよね、うんうん、だけどに日本は自分からは仕掛けないっていうふうにずっと言ってきたわけじゃないですか、はい、それを今度はその敵基地攻撃論っていうことを言い出した、はい、これは日本から戦争を仕掛けるってことでしょ、うん、だからもう本当にね、僕ここ数年のその自民党政治っていうのは戦争をやりたいのかお前らっていうふうに思っちゃうんですよね、うんうん、そうですね。でやはりその戦争っていうところに関連して那覇軍港のこれは新基地建設じゃなくて移設の問移設として扱われてしまっている問題があると。でここにも書かれてますけど浦添移設へっていう話があって、これってどういう状況なんですか、元山君。うん、そうですね、このそもそも沖縄の、施政権返還、いわゆる復帰の時ぐらいからずっとある計画で、那覇軍港を返還すると、はい、米軍アメリカ側が言っているものが、ただし県内移設が条件ですっていうので、浦添に、軍港を作って、その那覇軍港の機能を、浦添に移して、その代わり、那覇軍港今あるのも返還するっていうことなんですよ、うん、なので、50年ぐらい、もうずっと続いている計画ではあるんですけども、どの場所にするかだとか、あるいは予算の問題だとかもおそらくあって、今に来てちょっと父として前に進み始めてるというふうなものだと認識しています。で、先日この軍港の位置と形状について、沖縄県と那覇市と浦添市が容認すると受け入れるということで、またこれから進んでいくとは思うんですけれども、ものすごくいわゆるオール沖縄勢力側がこの問題をどういうふうに捉えてるかっていうのの、議論がなかなか見られないですし、もちろんオール沖縄っていうのはあくまで
普天間基地の県内移設断念、辺野古の新基地建設反対とアスプレイの配備撤回っていうことなので、うん、浦添軍港についてはそのオール沖縄ではないという方になると思うんですけれども、はい、ただまあ今これだけ自衛隊配備だとかまあ、この浦添軍港の建設の問題だとかある中で、うん、その他の基地についてやっぱどうなのかっていうところの、まあ、市民感覚、自分も含めた沖縄の人たちの感覚と、そのオール沖縄勢力が、まあ、一致しているものっていうもの、かなりもう齟齬が生じていると思うので、うん、これをまあすり合わせるというか、どういうふうにこの沖縄の今後を特に基地問題に巡っては考えていった方がいいのかっていうことをコミュニケーションを図る場所っていうのが必要なんじゃないのかなというふうには思ってますね。うん、これはまあ後でまた話もあるとは思うんですけど、那覇市の市長選の話もあると思うんですけども、うん、まあその政治家の方々にだけやっぱ期待しててもいけないとは思うので、うん、このまあ市民なりその住民の方から、でしっかり話を しつつ、このまあ政治あるいは行政にどういう対応をすべきなんじゃないかっていうことを話していかないといけないというふうには思ってますね。うん、この軍港の問題についてはできればその来月もうちょっと反対運動されている方とかにつないで、はい、どこに何ができようとしてるのかっていうのはすごくなんかさっき その図だけ見るとなかなかわからないところがあるんですけれども、結構大きいのがすっごいいいところにドカンと作られてしまうっていうのがあるの で その何が作られるかっていうのもやっぱりオール沖縄で一緒にみんなで反対することができない、まあ、理由のというか原因の一つじゃないかっていうのもあったりするので、そのあたり来月つないでお話し できればなと思います。はい、で今話に出てきてた那覇市長選の件ですけれども、これは照屋さんちょっとですね、この状況どうなったかどうかっていうところを教えていただけるとありがとうございます。そうですね、那覇市長、城間美紀子さん、まあ、尾長武さんを支えてた城間美紀子さん、まあ尾長さんが県知事になったんで、そう那覇市長だった尾長さんが県知事になったんで、その空いた市長を、城間美紀子さんが継いだ後のその後任は誰だっていう選挙で、ここちょっと構図が難しいんですけれども、城間さんの城間市政で副市長を務めてた知念さんと、尾長さんの、次男さんですね、うん、で、那覇市議の尾長さん、尾長竹春さんの、一騎打ちとなった選挙で、知念さんが、まあ、自民公明が推薦する知念さんが1万票差をつけて勝ちましたっていうところなんですけれども、沖縄県議の沖縄県議ですね、尾長さんですね。で、まあ、1万票というのはちょっと結構な差がついたなというのが僕の実感でして、当初はやっぱ沖縄県知事選で、直近の沖縄県知事選では玉城デニーさんが勝ちましたんで、その流れで那覇市長選も取れるんじゃないかと、オール沖縄側を押す尾長さんが勝つんじゃないかとも思ったんですけれども、投開票日の2週間前ぐらいですね、城間美紀子市長、現職の市長が知念さんを、公認に指名しますということで表明したところで、ちょっと潮目となって流れが変わったのかなと思います。で、尾長さん自身はですね、まあ、元知事の尾長武さんの息子さんということで、あと県議もやってらっしゃったんで、うん、知名度は抜群があったんですけれども、うん、知念さんが知名度がちょっと課題になってたというところで、そこで城間さんがついたもんですから、ポスターとかもやっぱ城間さんと一緒に写ったポスター、うん、2人で握手するポスターとかっていうのをやっぱすり直して作ったりとかっていう、やっぱこの城間さんが推してるんだっていうところで知名度を克服してきたっていうところがあって、そこがそうこうしたんじゃないかと言われているところと、一方であれですね、政策協定も地道に積み重ねてまして、県知事選で出てた下地幹雄さんも、とも、協定を結びましたし、参政党とも結んでですね、票をこう、手堅く積み重ねたっていうところが、うちの現場で取材してた記者たちの、実感としてありましたね。うん。うん、さん、これどう見ます？やっぱりあれでしょうね、城間市長、現職の市長の、
表明が一番大きかったんじゃないですか、うんうん、だからそれでもやっぱりその、これまではなかっていうのは割とねオール沖縄の強い一番だって言われてた、うん、だと思うんですけども、基本的に辺野古の話をその知念さんは封印したわけですよね、うん、今回ね、うん、だからそれもあるし、それからやっぱり、城間さんの票っていうのも個人票も僕はだいぶあったと思うんですね、うん、それがそっくりこう、知念さんに渡ったと、うん、いうことになれば、うん、やっぱり勝敗の行方っていうのはそこが一番大きかったんじゃないですかね、うんうん、これは本山君はこの結果をどう感じましたか？うん、そうですね、まあ、沖縄県知事選挙もそうですけど、はい、まあ、いつまでなんか辺野古を争点にした選挙をやらざるを得ないんだろうっていうのが率直な思いですね、うんうん、でかといって、まあ、いわゆるじゃあオール沖縄勢力が当選したとしても工事は続くんでしょうし、かなり声を上げても聞かれないのに声を上げ続けないといけないっていう状況はものすごく酷な話だと思ってますね、うんうん、やっぱこのいわゆる辺野古っていうのがまあ、取り上げられがちですけども、まあやっぱ那覇市っていう風になるとやっぱそこの生活だとか子育てだとか福祉っていうのがやっぱ一番の課題だったり、その住民が考えるべきポイントなわけですから、やっぱ何でもなんか辺野古だけっていう風にやるのはもうまたどうなんだろうなっていう風には思いますね。まあ知念さんも辺野古についてやっぱり県とかでやっていくものだっていう風なことはおっしゃっていますし、うん、あんまりそのなんか辺野古だけを求めすぎても、うん、なんかずれて認識がずれていったり誤解を生んだりするのではないかなというふうには思いますね、うん、まあ、その点すごく複雑だとは思いますけど、うん、そうですね、うん、なんかこの県政と国政とそれから自治体、うん、地方自治体のそれぞれの選挙っていうのは、まあ、もう少し分けて考えてもいいのかなっていうふうには思ってますね、うん、やっぱりそのただ県の声としてどういう、まあ、沖縄県がどうその基地についてどういうふうな考えを持っているかっていうのはやっぱりその、まあ、そこを表明する場面っていうのは現状、まあ、住民投票もありますけど選挙っていうのが一番大きいところで、だからその基地についての反対なのか賛成なのかどっちか の市長なりが勝つことによって、やっぱりその外から見た見方っていうんですかね、国国政の方から県はどういうふうに考えているんだっていうのはすごく分かりやすくはなるから、そこは一つまあ重要な、まあ、なんていうか、確かにこのどうにもならない状況でかつもうずっと長いこと辺野古を争点にやってきてるっていうのがあって、那覇市民とか、ね、辺野古が目の前にあるわけでもないのになっていうのはすごく思うんですが、まあ、それはそれでなんていうか、それでもそこを争点にせざるを得ない部分もやっぱりあるかなっていう気も私としてはしますね。ただそれはすごく大変ですよね。他の問題とりあえず置いといて、ずっと辺野古のことをなんか言う考えとか、そこが一番大きなポイントになるっていう、まあこういうふうにさせられてるっていうのはすごく感じるところですね。なんていうか県民が悪いわけでもないし、そのまあ、立候補者が悪いわけでもなく争点にさせられてるっていうのはすごく うん、そこの視点っていうのは大事なところというか、まあ、忘れてはいけないところかなとは思います。で、あとそのこれは市長選と同じ日に開かれた那覇市議の補選ですよね、はい、で、永山さんが勝ったんですが、多分5万票でしたっけ、うん、5万2千と2万4千ぐらいです。で2と2倍ぐらいダブルスコアぐらいになってたっていう、うん、だからこれも結局ねじれてるんですよね、うん、つまり市長選では自公が推した候補が勝って、うん、で市議の補選ではオール沖縄系が勝ったと、うん、だからどうもやっぱりね、その市民の間の気持ちっていうのはものすごく揺れてるような気がするんですよね、うん、やっぱりオール沖縄に対する、まあ、不満もあるでしょうけども、
やっぱりこの人たちを応援したいという気持ちがある人が最低でも5万何人はいるということでしょ、うん、だからどうもね、このそこのこう住民というか市民たちの気持ちのこう苦しさのねじれっていうのがよく見えてるような気がしますね、うん、なんでこんなにねじれてるんですかね。うん、そうですよね、まあ、普通やっぱセット選挙っていう形で市長と市議補選をこの人っていう感じでやると思うんですけど、うんうん、ここまで差が開いてるっていうのは、うん、よくわからないですね。まあ、でも一方で自民公明からしたらそのセット戦がうまくいかなくて、うんうんうん、あの市長市議補選を落としてしまったっていうことだとは思うので、まあそうですね、本当に市民のその気持ちだとかっていうのが、うんうん、なんか複雑ですし、なんかじゃあ自公の市長が誕生したからもう4人みたいなことだけではないっていうふうなことに、うんうん、はい、なるんじゃないかなというふうには思いますね。やっぱりなんかこの人がいいからこの人を選んでるっていうのはやっぱりあの首長とはまあまた別の問題として、そうですね、永山さんだから前回去年かな、ね、はい、那覇の市議会議員選挙出てその時は落選されてた方なので、うんうん、あので今回5万票も取られてるっていうのはちょっと自分自身も驚きましたけど、うん、やっぱり複雑っていうか何でも辺野古とかだけで見てては、うんうん、うん、ちょっと見誤るところはあると思うので、うん、そこは本当にあの、ね、市民一人一人の声とかを聞かないといけないと思いますし、うん、あの、うん、でもまあ一方でもちろん落選だとか負けみたいなところは受け止めないといけないと思うので、うん、まあ、今後またどうしていくのかっていうところは考えないといけないとは思ってますね、うん、まあ、その今後の政治というかなんとなく、まあ先ほど来その辺野古を争点に、まあ、し続けざるを得ない部分があるっていうところとの関係で、やっぱずっとこういう感じの対立の構造でずっとずっと来てるわけじゃないですか。今後のその沖縄の、まあ、政治っていうのをもうちょっとなんていうかあの、まあ、きちんと なんていうんですかね、すごい閉塞感がやっぱ今あって。まあ、どうしていけばいいのかなっていうのはなかなか難しいところだと思うんですけども、コウさんどういうふうに考えてらっしゃいますか、このあたり。いや、それはやっぱりそのオール沖縄っていうその体制をどうやって立て直すかでしょうね、はい、だから多分ね、あの城間さんっていう人は、はい、オール沖縄の推薦を受けて市長になった方ですよね。だけど、だんだんそのオール沖縄がいわゆる中道から、うん、少しこう左へ寄ったっていうふうに感覚として捉えてると思うんですよね、うん、あの、城間さんは、うん、だからそれをもう一回こっちへ、中道へ戻して、であのいわゆる保守系の人たち、特にその経済界とかね、沖縄の経済界なんかの人たちをもう一回呼び込んで、うん、沖縄のちょっと今と違ったオール沖縄をもう再構築したいなっていう気持ちは僕は、うん、その城間さんっていう、那覇市長にはあったのじゃないかなっていう思うんですよ、うん、で例えばあの知念さんっていう方は、うん、最初確かオール沖縄の側も推薦したいっていうようなことを言っていたような気がするんですよ。そうですそうです、おっしゃる通りです。だから多分あのそういう言い方したら非常にあれですけど、どっちでも良かったんですよ、うん、だけどそのまあ当選するためにはみたいな形で、自公に乗ったっていうことが多分 あったと思うんですけど、あの基本的な考え方としてはもう一回その保守中道っていうのをこうまとめて、それと革新もこう一緒にまとめて、オール沖縄みたいな形をもう一度作り直そうというような気持ちが城間さんにはあったんじゃないですかね、うん、違います？どうですかね。あの、まあ、城間さんあのそういうなんかた、ね、オール沖縄をなんかまあ立て直したいというか、なんかそういう発言もその選挙期間中だとかされたと思うので、なんか具体的にこの後何をやられていくのかなっていうところは注目していますし、まあ、何もしないっていうことであればまたそれもどういうことなんだろうなっていうふうには思うので、一方で那覇市議会の
中でもその自民党の会派が、まあ、分裂というかしたりっていうので、この今回知念さんが通ったことに対してもちょっと思うところがある自民党の多分市議の方とかもいらっしゃるんじゃないのかなっていうふうには思うんですよね。なので知念さんが通っておそらく自公ももう万歳というかもうやったということではなくて、やっぱその後のどういうふうにじゃあ那覇市の運営だとかもそうですけども、また辺野古のことをどういうふうに考えていくのかっていうところにもおそらく課題があるというふうにはあんまり容認だとかそういうふうにもろ手挙げてはやっぱ言いづらいような状況っていうのはまだね、あるんじゃないかなというふうに思いますね。この立て直しっていうところについてはどうしていったらいいと思いますか？そうですね、だからまあそのやっぱり辺野古の基地のこととかで、オスプレイのその2013年にできた、あの憲白書っていうのが元になって、はい、沖縄会議できてるわけですけども、もちろんそれはそれとして残していくにせよ、もう少しなんか他の、トピックについて、はどういうふうにオロキナワ勢力としてやっていくのかっていうのの一致点だとか、うん、そういった議論をやっていかないといけないんじゃないのかなというふうには思いますね。なんか市民としてやっぱり分かりづらいとは思うので、いわゆる有権者としては、うん、個別にそのね、社民党だとか社大党だとか、うん、ニューノファブシだとか日本共産党だとかでオール沖縄っていうのができてますけど、でもやっぱり見られるときはオール沖縄っていうふうに見られるので、うん、そこでもう少し何かじゃあ経済政策どうするのかっていうこととか、福祉のことだとか、あるいは LGBTQ のそのジェンダーの問題だとか、うん、要は自衛隊配備どうするかとか、いろいろ他のことについてどうやっていくかっていうなんか一致点を模索して、何か政策協定みたいなのを結んで、うん、一緒にやっていきます、沖縄勢としてはここは一緒にやっていきますっていうようなところをもう少し広げてもいいんじゃないのかなっていうふうには思いますね。それはそうですね、もうちょっと市民が参加しやすい議論を、議題を立てるじゃないですけど、うんうん、トピックをきちんと立てて、こっちについてはこういう話、こういうふうに考えてるとかっていうふうにすると、もうちょっとその、まあ、沖縄の中でも辺野古にそこまでなんていうか話が今のところ議論に参加してない人とかも結構そこら辺の他の議論から入ってくださる人もいるかもしれないし、うん、もうちょっとなんかいっぱいトピックを立てて、そこで全県民的な議論ができるようにした方が、もしかするともっと、うん、参加しやすいというか、一緒になって頑張っていきやすいようになるかもしれないですね。うんうんうん、はい、ややなんか結局ちょっと暗くなってしまったのにはするんですけれど、最後にですね、その明るい話題、明るい話題がすごく明るい話題が、めちゃくちゃ明るい色の話題がすごい、ブラジルから、ブラジル、ブラジルと来てます。これは一体テリアさん何が起きているんでしょうか？第7回ウチナンチュ、世界ウチナンチュ大会のパレードの様子ですね。沖縄県は、はい、移民県とも呼ばれてまして、まあ、戦前に南米だったり、まあ、ハワイとか、うん、南米とかに移民していく人たちが多くて、その、2世3世さんたちがルーツを求めて沖縄によく来てくださるんで、そういうウチナンチュの日っていうのを作ってですね、そういう大会を開いてて、今回で7回目になるということで、20回各国1地域からでしたかね。13カ国26都市から1600人ぐらい参加が来てくださって、で、やっぱルーツ探しに来るんですよね。うん、要はおじいちゃん の弟さんだったりとか、その親戚だったりとかっていうのを皆さん会って涙流しながら会ったりとか、うん、初めて会うんですよ、この皆さんって。なのにやっぱ何か雰囲気感じるんでしょうね。そうやってお互い食事したりとかな、感動した再会とかがあったりとかする中の一環のして、ま、そういうパレード、祭りがあって、11月3日で閉幕したんですかね。うん、そうですね、昨日閉幕しました。これは場所どこですか？これ、那覇市の国際通りですね。はあ、そのブラジルが目立つんですけども、他の地域もたくさんいらっしゃるっていうことで。日本国内の県人会の皆さんとかもこれを機会にまた集まってきて、うん。そうそうそうなんですよ。私が、経営者協会、関東沖縄経営者協会というところに所属してるんですけど、うん、そこももうみんなで団体で
団体旅行みたいな感じでここに、うん、参加してっていう方がすごいたくさんいて、うん、もう一大イベントですよね。そうですね、うん、かなり盛り上がる、まあ、沖縄迎え入れる沖縄県民側もね、うん、盛り上げていくっていうところで、うん、大会の事前参加者登録数は8521人もいたということで、うん、これは現地開催だけなんですか？オンラインもやってて、いろんなイベントがあるんですよ。やっぱシンポジウムだったりとか、若者限定のシンポジウム、これは多分若者限定のシンポジウムじゃないですかね。すごいですね。うん、そういうのがあったりとかして、そう、まあ、各市町村でもあったりとかしますんで、まあ、もう沖縄県全体上げてこう移民の皆さん2世3世さんをお迎えするっていうイベントになりますね。なんかこのイベント時期に琉球民族遺骨の返還訴訟の関係でシンポジウムをやったんですけど、そこでもやっぱこの、まあ、ちょうど世界のうちランチ大会がある時ってことで、ハワイとかアメリカとか、あとアイルランドに今移住されている方々も参加してくださって、その各地のその先住民族をめぐる状況っていうのがどういうふうな感じになっているかとか、まあ、遺骨の返還がどういうふうになっているのかっていうお話もいただいたりして、やっぱりその、まあ、つながってるなっていうのはすごく思いました。うん、なんかテレビで見てたら、ブラジル の, フェスティバルの、うん、なんだっけ、踊り。リオの。あ、写真ちょっと映ってますね、この。そういう。再会ちむどんどんの右下の。ここにもちょろっと見えますね。それの、ニュース動画見ましたけど、なかなか楽しそうにやってましたね。こういうね、楽しい話題もたくさんあって、最後にあれやらないの、なんだっけ、ドローンのやつ。ああ、あれパントゥーね。パントゥー好きですね。これ写真撮影あれじゃないですか、遠山さんって書いてる。ああ、そうですね、え、都のやつなんだ。あ、これね、パントゥー、これもお話ししていただけばよかったですね。私パントゥーを見たことないんですけど、これってどう、見たことありますか？うん、一回ありますね、自分。2016年ぐらいに、宮古の島尻か、はい、行って、はい、参加というか、どんな様子か見ましたし、はい、泥塗られてましたね。え、本山さんも泥塗られたんですか？塗られました、塗られました。うんうん、泥を塗ると厄除けになる、まあ、そうですね、はい、まあ、縁起がいいというか、うん、形で、このでも怖いねこれ、うん、そうです ね, ね、興味本位で見に行って油断したらすぐ塗られちゃうって言います、楽しそう、みんなめっちゃ楽しそうですね。あれですね、僕の田舎の秋田では生ハゲってもいい、似たようなもんですね。確かにね、みんな写真撮って楽しそう。はい。あ、じゃあ、まあ、こういう楽しい話題で今日終われてよかったですね。はい、はい。今後も楽しく、まあ、なんていうか、真剣なお話から最後の泥塗られて楽しいみたいなところまで、こうやってちなみに美容効果もあるんですか？ああ、どうかな、そうです、ね、いい泥、いい泥なのかも。いや、なんかちゃんと決まってるみたいですよ、そこの、神聖な泥みたいな。多分なんか人が生まれたというか、そういう、何か神話とかに基づいて、そこから泥を体に塗って、で、まあ、集落を清めたりだとか、ね、五穀豊穣だったり、健康に祈るみたいな祭りなので、そこの泥がどういう泥なのかの成分分析とかはよくわかんないですけど、いい宮古の泥は確かいい泥なので、すごいいいくちゃパックにもなる、くちゃパックってくちゃって泥ですね。じゃあ今度は宮古さんも行って、はい、ぜひ行って顔中に綺麗に塗ってもらって、水着でいいってか全部塗ってくださいいいのもいいかもしれない。じゃあはい、そうしてましたら今月のウリズン通信はこのあたりでお別れとさせていただきます。来月もまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。みんな手を振っている